どうも、ボビーアトレザーのボビーです。ね、えー、今日は141回目のライブ配信です。えー、ボビーアトレザーのアトリエからライブで、えー、発信しております。<laughs> ね、えー、今日はあ金曜日ですのでね、えー、こちらかな。えー、趣味の話ということですね。先週は、あえー、っとなんですかね、この、 富士フ,フィルムの X プロ2っていうねカメラの話をなんか長いことね <laughs> さしていただきましたまあねえー、まあふだ、えー、ブログでの写真をね撮ったりとかあまあいろいろスナップとか撮ったりとかするのにね、えー、<laughs> まあいつももう何て言うんですかパソコンに次いで、えー、欠かせない アイテムになってるんですけどねじ、えー、実はですね今日はですねこの、えー、撮影してるこの動画をね配信動画をね、えー、撮影してるのはですね、えー、あれですよ X p r o 2なんですよね、えー、すいません、えーね、本当にね、えー、見れてますかね,ねえー、っとですねまあこういう風なのをね買ってですね えー、先,先週、まあ、V ロガーになろうかということで,ですね <laughs> まああのー、ね、えー、今撮っているカメラもですね、えー、こういうねデジカメのようにあの今の今風のデジカメみたいにこう,こういう何んですかこうビデオみたいな、ね、バリアングル機能がついてないので、えー、困ってたんですけどもねあのなんとかねさっきの分でですね今どんな状態で、えー、撮っているかだっうらね こんな状態ですよ <laughs>、ね、こんな状態で無理,無理やりのように、えーね、やってます。でそうでですね、えー、まあふだ、えー、この配信をしているカメラはですね、えー、フジフィルムの XH1 というフラッグシップモデルなんですけども今撮影している XPRO2 もフラ,ッシュフラッグシップモデルなんですよね。 で最初こういうねライブ配信をする時にですね、えー、どうしようかなと思ってた時にですね、えー、選んだのがあその XH1 やったんですよねこの夏ですよ去年の2020年のねでまあ最初この X プロ2が欲しかったんですけどおその要はあのーね、見られへんいうことで,で、まあ、だけど、まあ、そんなん気にせんとね えー、ど,どっちにしようかなとも思って、えー、それで先に、えー、ねえ選んだのが X-H1 でした、ねえー、これで僕の顔を、ね、ちょっと、ね、こういう感じで、えー、工夫はするようには <laughs> してますんでね,、えー、ねでこんな感じで、えー、まああのーじまあ、実機が今ここ目の前にあるんでね、えー、普段これを。 こんなこういうね悠々、えー、リグってやつをねつけてですね、えー、こんなふうにね、えー、ね普段はまあこういう写真のような感じで配信してます。ね、ででこのカメラはですね本当にねあのー、まあまあ やっぱりその X プロ2と同等レベルぐらいの解像度なんですね2430万画素ぐらいかな、うん、APS-C でであのー、実機はですねあのこうよそのねメーカーのカメラもあるある感じやけどねこう,こういうグリップがついてるカメラでね、えー、まあ若干あずっしりとした感じはありますね。あのー でまあ、こ,うこういうズームレンズとかね僕が使う時にズームレンズとかあのそれとかこういう望遠レンズとかあるじゃないですかこうちょっと長め,長めの筒のねこう迫力のあるっていうかそういう時にですねもうこのグリップがあるのが非常に助かるんですね。でまあこれ、えー、割とね動画に強いっていうことをね聞いたんですけど、まあこれまで、えーまあ、最近でこそねあの動画を撮り始めましたけども基本的にはもうあの カメラなんで1、ね、枚の写真をパシャッとこう撮るっていうのが撮影するっていうのが、えー、作品を、ね、撮るのがメインやったんで普段もうあのこういうモニターって使うことがないんですよ <laughs> 僕、まあ、個人的にね。うん、でこれのいいところはですねやっぱこうただあ、ね、こういう感じでね、まあ、こういうい フラッグシップのモデルのね XT シリーズがまだあるんですよそっちの方僕が多分まあまあ人気があるんじゃちゃうかなでこれはですね、えー、そのおっかけかどうか分かんないですけどちょっと値段がね本間、えー、は23万そこらするんですけど新品でもあのあの手の届きやすいようなね <laughs> 価格になってるんでね、えー、これはだけど手ブレ補正も入っててね、えー、いいんですよこれ、うんあのー、最初はやっぱりこう別にこのカメラじゃなくてもいいかないんがあったんですよもう心,心の中ではね、うん、いやキヤノンとかニコンとかあソニーとか同じようなこ,のこういうグリップがあってなんかこういうハイテクっぽいようなカメラってねいろんなとこがあるしと思ってでまあ独特なのがやっぱりこう X しプロスプロプロプロ 2とかあーこういう x e シリーズかなこういういあのクラシカルなね感じのカメラは。でそれにですね、えー、思ったんですけどやっぱこう毎日こうね使っているうちにあ、まあ、愛着も湧くじゃないですか。ねでまあこういうやっぱ画像とかもやっぱあの写真撮ったらきれいんですよねあの,あの液晶画面がねあの覗いた時にね。でいろいろ触ってるうちにまだこれほとんど。お え普段んはライブ配信用に据え付けてるもんなんで出番は正直少ないんですけど持ち歩くにもちょっとねごついからただ普段んはあこちらにはあの望遠レンズを僕はつけてズームレンズかな望遠のでこの標準ズームのね1 8ミリから5 5ミリぐらいのこの、X、今送信してる XPRO2 につけたりとかしながらねでまあそれで使い分けたりとかしてますね。で ここれはもうそのこういう、ねえー、バリアングル機能はないんですけどこういうチルト式っていう感じがついてるので動画にも向いてるらしいしあと今後ね、えー、v t u b e r v チューバっていうか分からんけど、ねあのー、今はねちょっとお外出がしにくい状況ですけどね、えー、いろいろその間にですね、えー、こ,うこういう感じで揃えましたよ。 こんな感じであの,、ま、この間マイクもおこうでねこれで何やったっけちょっと待ってよいろんな <laughs> これね、えー、これがねちょっと、ね、お重いんですよねこれでこれをつけてつけてねでねこのマイクもおこうつけてねここにこの人つけれますわまだあの来たばっかりなんであのー 据えけけたりしてませんけどでこういう,ふう,に、ね、こういうふうにこれにこ,これ照明なんですけど照明つけたら、ね、こうやって、えー、自撮りしながらですね「どうもボビーアートレザーのボビーです」とかやってね、えー、自撮りが <laughs> あできますしね、まあ、多少の重さはありますけどでこれでまあ音もまあ風がピューピューしても吹いてもええんやろね、うん、またこれをね、えー、またこの。 出かけることができるようになった暁にはですね、えー、いろいろ <laughs> これを持って、えー、その,この今撮影している AXPRO2 p もね持って、えー、動画撮影こちらの方はスナップ撮影、えー、こちらの方は、えー、動画撮影という動画機かなこの多分この組み合わせになると思いますけど、ね、で録画して。 えまたあのこういうライブ配信でお届けしたりとかあのまあ編集もこれからねおお覚えないかな思いながらねえね隙間隙間でえやってるんですけどねちょっと待ってねあの置き場が今ないんねであのこういうね <laughs> 本とかもねえ本屋行って <laughs> 探してきてねあの全然ゆっくり読んまんもないんやけどね何かの時にね えー、パラパラッと見てなんか疑問に思ったことはこれで本で調べてね、うん、あとまあネットとかにもで、ね、調べて検索したりとかしながら、うん、あ使い方をね、えー、その時に、えー、打ち当たった時に、えー、その時その時に解決するようにはし,しながらですね、うん、あのー、やっております。まあこれもおまああのかねあの最初はカメラのこともお全然わかりませんでしたし、特に動画なんかも全くね無知あの未知の世界でしたから。 でこういうふうな感じで、えー、動画というのの世界があ見えてきてですね、えー、なんかあ自分もいろいろ動画の世界をですね、えー、知りたいなということがあったり、えーまあ、伝えるということってやっぱりいろんなことで大事かなと思いますしやっぱりこう何て言うのかな自分の作品を、ね、作るということも伝えるということやし、えー、写真でね あの見てもらうってことを文章で見てもらうってことをおお、ね、演奏で聴いてもらうってことも全て伝えるという行為なんですよね。でやっぱりこのこれを使ってですね今ある資産をね使ってまあ、こういうちょい足しはしてますけど <laughs> ね<え>、うん、それからゆっくりずゆっくりゆっくり、えー、ちゃんとこう編集も覚えながらですね、えー、やっていければなと思います。ね あのこの XH1 でね、あのー、試し撮りはしたがあるんでねちょっと一回、えー、見てもらっていいですか、えー、こんな感じですねこれあの京都の嵐山っていうところにね行った時にね、えー、ちょっと撮ってみたんですね、うん、なんかあのー、これは <laughs> ちょっとラジコンをね、えー、のーボートをね動かしてた方がいてですね えー、ちょうどこうズ,ズームレンズをつけてたんでね、えー、試しに、えー、ちょっと録画してみましたやっぱりね一眼レフのレンズで撮ったらやっぱり綺麗ですねでまあ,あのこの時はねあのどういう風に動画を撮っていいのかあさっぱりわからずじまいやったんですけどもなんかねやっぱこういう感じでねこうパキッとこう、ねえー、ピントが合うんでね なんか分からなかったですけどやっとねちょっとずつですけど構え方とかあるんですねなんかあのストラップをピーンとこうしながらやったらこうブレとかね、えー、なんかこうねブレないようにもうブレ補正ついてるとはいえね、うん、やっぱそういうこともですねこの緊急事態宣言が終わったらですねでまあ一息政作とかも一息ついた時にですねまたいろいろ試してスキルを上げていけたいなと思いますしね。 うん、でまあ、あのーねえー、趣味というかもともと仕事もあったんですけどもやっぱこういう編集ソフトっていうのも言うほど得意でもなかったんですよね。ただもともとこの Mac とかで使い始めたらもう20年以上になりますけどそれもね Photoshop っていうやつと、うん、イラストレーターとかな。 あと最初に覚えたのはキャドっていうんですミニキャドって言ってねベクターワークスというやつなんですけどとかねえそういう 3D をプログラミングするような感じでこう自分でデザインした図面でデザインしたようなものをこう立体にしたりとかあ,あとこう絵描いたい絵をトレースしたりとかね写真を加工したりいうことはね最初は何がないような画面見てもさっぱり分からへんかったけどもいろんなあの本とか買ってきてですねあの攻略本みたいなのね やっていもうなんかこういろんな表現方法がこうやっとできるようになってきたりねそんな感じでなんかまだ二十何年ぶりぐらいにまた今映像というのの,、ねえー、のソフトもねきっと使えるようになるやろうということをね、えー、念じながらっていうか暗示をかけてねやればできる。 ということをねそんなことを感じながらですね考えながらあ日々ね制作の合間にですレーザー制作の合間にですね、えー、予習自習をしていったりしてます、ね、またそういう感じで、えー、まず、えー、今のところは iMovie をね <laughs> まず使えるようになって、えーまあ、その次にはですね「Final Cut Pro」というソフトでですねちゃんとしたあ編集をできができてでまああのー ボビーアートレザーのこのレザー作品をですね、えー、すごくね。えー、何だろう？画面でね。ご覧いただけるように分かりやすく伝わりやすくするようにですねえー。編,編集とかもできればなと思ってます。もう今年はそういう1年を過ごしたいなとは思ってますね。まあ、まあ、これも仕事というか、趣味というか、もう全部がね。えー 一緒な人生なんでこればっかりはねはい全部直結してますはい今日もおーおーねありがとうございますえこんばんも森本くねこんばんはやっぱりえ丸カメラライト使ってるんですねそうこれね丸いカメラ丸いなライトねあのなんかみんな女優ライトとかで言うやんであのほら瞳がさこここういう感じで ちょっと大きさもまあ,あのこの、ね、作業スペースに邪魔にならんぐらいのちっちゃいものにしようかなと思ってでまあちょっと買ったんやけども、えー、僕のこの体型のせいかあ <laughs> つぶららにならないよね <laughs> これだけは単にあの明るさがあるかなっていう感じで終わってますけどねあとは僕の,あのこのアトリエのねこの世界観が。 基本が基調がですねブラック基調なんで、えー、なんかこうほんまはね白バッグとかのがいいんやろうけどねあの明るくてこういう映像とかにはまあだけど、まあ、ブランドイメージっていうのも <laughs> ねあるんでねあのなんか黒っぽいような感じになってますけどねはいあ徳山さんお疲れ様ですありがとうございますこんばんはね,ねえー、カメラか親父がカメラやっててレンズも湿度、えー、管理もしてるよ カメラももレンズもたくくさんんあるけど全く分かりません <laughs> いや僕もねあ,のあんまり詳しいないんよ。ねだから趣味で範囲でねこの楽しいなっていう感じの段階であのエンジョイしてる感じただねあのやっててつまずいたりとかして知ったりするじゃないですかできないことが次できたりとか、まあ、そうしたらねなんかあのワクワクしますね。あ こんなんできたわって奇跡の一枚ってあるじゃないですか自分の姿じゃないけどねそれね、うん、撮れた時の感動っていうのはねついついフェイスブックに載せたくなりますね, <laughs> ね、はいえー、森本君ね動画は家電カメラの方が強いのかな、うん、そうあのね家電カメラという,いうのかどうかわかんないですけど このフ,ジフィルムねまあ僕はもう富士フィルムのレンズ買ってしまったからもう富士フ,フィルムでもうずっと人生この人生富士フィルムともずっと付き合っていこうと思ったんやけど無理やりでもね <laughs> 資産をやっぱり生かしたいから。でね今これね当時二十数万したんですけどね。秋口に まあまあこれに似てるタイプのちょっと外そう <laughs> でバリアングル機能であのー、がついてて動画に、えー、特化したらねえー、X じゃ X シズ XS10S10 って書いてね XS10 が出たんですよねそれをねあの見た目はすごくこれに似てるんですよこういうグリップが強くてただねこれ初めて見たんですよあのそしたらね すごい！コンパクトで小さくてすごい軽いんですよね。これでこれもう700。これまあだいたい 800g 以上あるかな？まあ、1キロはないけど、まあ、そこそこのずっしり感があるんですよね。安定感というかです。ごい軽,い軽いんですよ。その xh はでもちょっとちっちゃいんですよ。同じぐらいかなと思ったんですけどね。うん、これもそんなあのカメラ大きいでもそやっぱり aps-c 機やからあのそんなこあのそんなに重さは感じないんですけどね。 それも手ぶら補正もついててまあ防水機能とかはないけどもそれも12万ぐらいで本体やったら買えるんじゃないかなそれにまあきっと,きっと月でもまあねこ,れこれの半額ぐらいで <laughs> ねえあの揃えることができるしそっちの方がまあこれから V ログじゃないけどええんやろうなと思うけどもうカメラねそんなカメラねやっぱ <laughs> そこまであの欲しいなと思う時もあるんですけどあのどちらかというとあの。 あのシンプルな感じのカメラの方が <laughs> 好きなんでね、うん、あのこの間でも見てもろたけどあのこもこ、まあ、コンデジではないけどねこういうあの、えー、コンパクトカメラこういうカメラの方があどっか行く時にね写真撮るには時はもう。 十分なんですけど、ねうん、あのー、はい <laughs> まあこれなんで、まあ、カメラもの,の理屈みたいなのをちょっとずつ覚えていったって感じかな僕もねはいえー、どう頑張るね今日はいろいろコメント書いてくれたのねカメラのことは、うん、ほんだギターのことだからもっと書いてくれるのね <laughs>、えー、動画の世界はライトを勉強しないとと感じました私もどう 動画作っていて難しいい勉強することばかりいやほんまそうですね。あと僕はあと音源ですね、うんあの。デジタル音源で録音しとかしたことないから自分でなんかこうねやっぱ音楽が一番困るのよねこの出す時にね。うん、まあい,いろいろこうフリーの音源とかあるけどなんかね難しいね。うん、まあ誰かに頼めばいいんやろうけどね音楽制作をね。うん、う知り合いいっぱいおるからね。<laughs> うん、ねえほんまにちょっと待ってね。 えー、あ、明るいやっぱり明るいところの方が撮影しやすいですよね。うん、そうやね。ほんま思います、えー。そうそう、編集ソフトは何使っているんですか。そう、編集ソフトは、えー、今持ってるのが。 まあ初めからこの Mac のね、えー、この iMac に入ってる iMovie ぐらいですかね今編集ソフトでえ入っているのがね、まあ、それをまず覚えようかなと思って、あのー、マニュアルなしでなんとなくこうやったらできるんかなという試しながらやってたりはしてるんですけどそれはもう今まで静止画をつなぎ合わせたスライドショーを作るためだけの機能やったしでやっぱりこう。 あのコンピューターのバージョンが変わればその昔なんとなくしに覚えたその操作方法も若干ちょっとね、まあ、やりやすくなってるんやろうけど <laughs> 複雑だってもうこんなのって、ね、誰か教えてくれたらなと思いながらねまあさっどチュートリアルみたいなのをねやっぱり、えー、YouTube でねいっぱい出してるんでねあのそれを調べたりとかねそのどっか。 休憩の間にねこう,こう椅子に座って,てパソコンの前に座ってる時にねこう見たりとかしてますねちょいちょいね、まあ、全然まだできてませんけどまあ、あとはあ、まあ、今年中には「ファイナルカットプロ」って言って、えーまあ、プロ用のプロ用のっていうかあのあの動画編集、ね、専用でできる Mac のね うん、それを使扱えるようになったらなとは思ってますけどね、うん、あとはもう、まあ、本当にもうあの自分が過去に覚えたフォトショップとかあイラストレーターとかのですねスキルみたいなのを昔のそのパソコンの方に入ってるソフトをいじりながらねやりくりしようかなと思って今もやってることはもう超アナログの使い方です。<laughs> はい、えー 映像を通してカワ作品がもっと身近なものになったらいいですね。いやほんまに思いますあのなんていうのね今ほら特にそうやけどあの何の世界でもほら画面越しにとかいうの多いじゃないですか。実際こうショップに見に行ったりとかするのが本当はあねいいんですけどもうそういうのもないしまあ僕の,おーそのボビーアトレザーのねそのちっちゃな世界やったらまだそのネットの中で 少しずつ認その頂くにねたい写真を見てもらって「おっ」って言うんでね問い合わせが多いんですけどせっかくやったらねあのかっこいい映像の方が世界観がええかな思ったりするし僕も逆の立場やったらあ見てさ、ね、触ることができるようになったらその,その雰囲気だけでも空気感っていうのかな、うん、それがなんかこうイメージ映像で、えー、伝われば一番 いいのになぁと思ったりもずっとそれは思ってたんで,でやっぱこうライブ配信はライブ配信でこういう感じで、ね、あのこう一緒の時間を共有しながらね、うん、今いいかなと思うしあとで,でこれもまたアーカイブでねこうご覧いただきながらね,、あのー、あのこうね楽しんでもらえればあいいと思いますしね。どうあのこうレザー のね、こういうのを作ってる人がどんなことを普段考えてどんな趣味があってとかいうねいうもやっぱ知ってもらうこともまあ,あの一つやと思う僕もやっぱりライブ配信とかこういうのをしてて思いますしね、うん、どんな喋り方しようやろうとかね, <laughs> ねまあそんな感じで、えー、まあ、ま、金曜日はねまた懲りずに、えー、カメラの話になりました。ね、こ,こからまた作品をね えー、お伝えすることができるようにね、えー、徐々にね、えー、習得、いろいろ習得していきたいなと思っております。ね。はい。えー、で、でまた、あの今、まあ、Facebook のね、こういうライブ配信ですけどもね、ゆくゆくは YouTube の方をね、えー、今年はあもっとも、ね、みんなに見てもらいやすいようにしていきたいなと思ってますしね、えー、またね、えー、チャンネル登録とかね、 えー、いいねとかしていただければなと思います。ね、で、インスタグラムも、ね、やっておりますし、あと、ツイッターやっておりますんでね、またお付き合いいただければなと思います、はいえー。それではですね、えー、またゆっくりした、うん、最高の週末をですねお過ごしください、ね。またゆっくりお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。 Bye.